こんん。にちは、吉田さ何、まあ、かねその俺がいないとこの会社は回らないっていうふうに考えてる社員が一番いらない社員だっていうふうに聞いたことがあっていや私も実際ね自分が会社を辞めるときに俺が抜けたらこの会社大丈夫かな少なくとも俺の部分は大丈夫かなって心配したんですよでも辞めるじゃないですか全然元気に回ってますよね逆にそういう考えの私がいなくなったからこそもっと伸び伸びと そこのの場所に敵な人が来たと言えるのかもしれませんつまり自分がいなくてもこの会社は回るなぜなら自分以外に優秀な人がたくさんいるから思えば自分が俺がいないと回らなくなるのかなって考えるってことはそれだけ周りに優秀な人がいて皆さんのおかげで自分の立場があったからではなかろうかっていうふうに考える人は会社は手放したくないらしいですね。で日光鬼怒川っていうのはあるじゃないですか鬼怒川温泉ってね。 絹川温泉ででここんんなことがあったんですよそれはある旅館の社長が夜逃げしたんですよねその旅館はバブルが崩壊して負債がボンボン膨らんで数十億っていう借金ができてで返済期限も迫っていて全然払えないとで担当の足利銀行という地元の銀行も破綻もうどうしようもなくなっちゃったんですよねで社長が逃げたんですよね社長が逃げてどうしたかっていうと予約は3か月先まで入ってるんですよ 社長が逃げたその次の日もお客さん予約で来るんですよね。従業員さんは社長がいなくなってお金も全くない。給料は出ないだろうと思えるのに社長以外で3ヶ月間きっちりと予約をキャンセルせずに回したんですよ。もちろん従業員さんには一円の給料も出ませんし何の保証もありません。で最後の日まで一日中働いてね、時間は失われてるわけなんですよ。つまり社長がいなくても 究極会社を回るってことなんですよね「男はつらいよ」っていうねあのドラマが映画がありますけどもその中でタコ社長っていうのが出てくるんですよでタコ社長はね自分の会社の経費がかかりついてかかりついて困ると誰か辞めさせようかなって悩んでたらしいんですようちの会社で一番いらない人間誰かなって考えてあげるあ社長も俺が一番いらないやってことに気づいたらしいんですよねそういうなんかギャグもあったんですけどもまあ何が言いたいかっていうと誰もいなくても会社は回るってことはありませんけども 誰が1人抜けても大丈夫。つまり誰か一人が抜けて潰れるようだったらその会社は結局潰れるってことなんですよまあ吉田さんがね言われてた通りなんですよ俺が抜けてダメになるようだったらその程度のものだったということなんですよねまあ例のねえ何、ー、とか帝国ネオヒルズ帝国は結局誰が一人抜けても大したことなく回っていくっていうのが <laughs> その現状だったのかなつまり人に依存せずにテクノロジーネットの力で 大きくなっっててきた会社ってことがシンプルに言えるのかなと思うんですよねもちろん1人会社でその1人の人が逃げたらダメですけどねで今回私に清水幸次郎さんの言葉を引用しようかと思ってるんですよ清水幸次郎さんはあの b ップハイスクールでねものすごく人気の役をやっていて当時ロックシンガーもやっていて全国ツアー出たりとかものすごくね、えー、売れていたんですよね で、ロックシンガーでありながらアイドルみたいなこともやらされていてそのギャップがあったんですけどもビーバップハイスクールが終わった後中村徹っていうもう一人の、ね、主人公と清水幸次郎っていう二人のこのスターがどうなるのかなってやっぱり気になるじゃないですかもちろんビーバップハイスクールは終わっちゃったんでもうその映画っていうのは作られないんですけどもで中村徹は結構演技が下手だったんですけどもその真面目さでねコツコツとその立場を作って今おしもをされる大俳優になってるんですよで清水幸次郎はどちらかというと仕事があんまり来なくて V シネ っていうのか V シネ、ねえー、四天王みたいになったんですけども途中でね詐欺事件を起こしたりとかお金に困ったりとかそしてうつ病になったりとかしてものすごくねあのー、大変な時期があったんですよ。でそれが大体16年ってていいう風に聞いてます。で、最近 YouTube のおかげで復活してきてで、それはね清水幸次郎さんの「 なんかファンの方がねすごく支えてくれたところが大きかったりするんですけども当時ビーバップハイスクールで共演してた方が YouTube チャンネルしててそれが人気になってあビーバップのネタいけるなってことで清水幸次郎さんも出てきてで今度ねそのビーバップのオマージュ作品でビーバップのおっさんっていう映画をやるらしいっていうか今やってるみたいなんですよ。で全国講演会で回ったりとかしててむちゃくちゃ人気なんですけどもその中で清水幸次郎さんがこう言われてたのが私すごいいいなと思ったんですよ。 辛いようで楽しかった16年、まあ、こんな言葉だったと思うんですよ。何かに一生懸命になってると眠いし疲れるし失敗するし叱られるしうまくいかないし辛い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 っていうふうに、ね、なってると思うんですけどもそれはねなんで辛いかっていうと真剣にやってうまく生かせようと思ってるからそうならない時に辛いって感じるんですよね。無責任にやっていたらどんなことが起きても辛いと思わないんですよ。まあどうせこんなもんだろうみたいな感じで通り過ぎちゃうんですよね。だから自分の人生を振り返った時に吉田さんもそうですしね。 私ももの時そうだったかもしれない辛いなと思った時ってなんとかしようっていうエネルギーだったんじゃないかなと思うんですよそのエネルギーがやることなすことうまくいかなくてずっと凝縮していってで新しいチャレンジした時にバーンと花開いたのが私の場合だったら40だったのかなというふうな気がしますあれから10年たって、えー、まさかね30代の私がこんな40代をね丸々得する10年間をね過ごせてるなんて希望していましたけども半ば 諦めていたたところももあったのかもしれませんいやだから本当にねすごい時間を過ごさせてもらったなと思いますね、うん、いやだから本当に私自分に生まれてよかったと思います自分に生まれてもうそれ以外はないですね他人のことを羨ましいと思う暇もないしまあ尊敬する人はねいますけどもねでもその人になりたいかって言ったらやっぱり俺がいいなと思いますいいことも悪いことも込みで誰にも手放したくない自分の人生の上にあった苦痛だし 自分が選んだ、選択した喜びでもあるし、困難でもあるし、全部がね、どんな時でも、怪我をした時でも、打ち倒された時でも、逮捕された時でも、自分の宝物ですね。この人生は、どこを切り取って人に渡せるもんじゃないなと思います。全部自分の財産だと思って、これからもね、強く楽しく生きていこうかなってところですね。いよいよ私も50になりますね。40代をね、マインドセットでちょっとまとめて、いくつかの項目にしてみたんですけども、 ちょっとここでいくつか紹介しましょうか、えーまあ久保哲郎の名言っていうほどではないですけどもちょっと私のまとめた16個のマインドセットのうちその前書きにある一つの言葉を紹介しますね未来は予想することも選択することもできる的中させることが難しいだけだってことなんですよ、ね、未来を私たちはこうなればいいなあればあなればいいなって選択してもう妄想するんですよね その妄想に向かって自分の歩みを進めるのが結構難しいんですよね。でも、正解よりも可能性を追うごとによって、多分それはピタッと一致しなくても近いところまでいけるんじゃないかなと思ってます。それじゃ今日もよろしくお願いします。